どうも。本日藤島光雄、加賀山亮次の2名の死刑を執行いたしました。いずれの事件を見ましても、誠に身勝手な理由から被害者の尊い人命を奪った極めて残忍な事案でありまして、それぞれの被害者や遺族の方々にとって無念この上ない事件だと思います。そして当然のことながら、いずれの事件も裁判所におきまして十分な審理を経た上で最終的に死刑が確定したものでございます。死刑に関しましてはいろいろなご批判もございます。国際的にもいろいろな議論はございます。ただ私は日本ではですね、こういう死刑というものが法定をされておりますし、国民の支持も基本的にあるものだと、このように思っております。現状において私はこの死刑というものを維持していくことに変化はないものと、変化を迫る情勢はないものと、このように考えております。